はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルービッシュです。では今回は提督の決断法パワープギート PS 版日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ミッドウェイ、無事攻略してですね、また A をほぼ全域を、その勢力圏内に収めたというところで、いよいよハワイ攻略をね行っていきたいというふうに思っています。でそのためにね準備がいくつか必要になりますので、ハワイ攻略作戦をね、じゃあ本格的に発動していきたいというふうに思います。まずは艦隊をね中部太平洋南太平洋へと集結させていきます。これは潜水艦隊ですね。であとはドックに入っているトラック沖の艦隊、確認しましょう。2隻がまだ損傷中、これは第2艦隊ですね。第9艦隊も6隻が損傷中で、戦艦級が5隻か。ちょっともうちょっと回復させたいね。トラック沖の方も空母ライデンはじめ従順1隻が大破中という形ですね。もう少し待ちましょう。機はまだ早いというところだと思います。で一方オーストラリアに入っている艦隊、こっちも確認していきます。でここはね総理赤城が中波なので、これも回復をちょっと待つ必要があるかなという現状よって、第2第9艦隊トラックに沖に入っている第2第9艦隊と、オーストラリアに入っている第10の空母機動部隊の回復を待ってハワイへと攻撃を仕掛けていきましょう。ではそれまでの間ね内政をしっかりやっておきます。物資援助はいつもの石油の修理をして、何か見返りをもらいましょう。で、あとは、今回も鉄は、正直言って使いたくない。鉄は全部修理に回したいというところもあるので、鉄はね、使わずに行きましょう。で、新兵器の開発を行っていきましょう。船体の装甲ですね。新鋼材1、中身確認しましょう。8週間5000か。船体強固にできますという鋼材ですね。上限が 5% アップ。今回出られるのはこの装甲鋼板か、鉄鋼材1かどっちかになるので、どっちを先に入れるべきかという話ですね。まあ、空母の甲板を厚くするっていうのはすごく重要ではあるものの、ここは新鋼材を選びましょう。でお金がなくなったので、もうできることは何もなくなりました。じゃあ時間を進めます。ぐは、ミッドウェイに敵艦隊が来襲か。こういうところでやっぱり前回しっかりミッドウェイを占領できなかった部分が痛手として出てきましたね。あとどの艦隊を投入するかですね。まあ、第一艦隊を投入せざるを得ないよね、まずは。あと第四艦隊を投入するべきか、それとも第6艦隊にするべきか、ちょっと悩ましいけど、ここは第6艦隊にしよう。第4艦隊は温存したい。ではこれで出撃していきましょう。ミッドウェイの防衛戦ですね。戦力はできるだけ集中しましょう。まあ、敵は絶対に右側から入ってくるので、まずは潜水艦隊で牽制をかけます。まあ、潜水艦隊がちょっとダメージ出ると思うんですけど、潜水艦隊の犠牲をもってしてこのミッドウェイを防衛する。その潜水艦隊をなんていうのかな、その生贄に差し出す作戦いかがなものかというね、お叱りは何度かいただいたことあるんですけど、ここはもうちょっと勝ちに行きましょう。で、第6艦隊で敵を蹂躙していきます。第6艦隊はできれば回り込ませようかな。いや、集中した方がいいね。戦力は、まずは敵の艦隊に潜水艦隊が突入している状態から海戦が始まっているので、ここでできるだけね沈めておきたいですよね、敵艦を。了解。
ちょっと雨が降っていて見づらい部分あると思うんですけども、もうすでに潜水艦隊が交戦状態に入っています。潜水艦隊が頑張ってくれてるうちに、第1艦隊第6艦隊が到達できるといいんですよね。一番いいのは。了解。了解。了解。潜水艦隊はこのままぶち当たりましょう。敵の艦隊の下を通りながら一隻でも多く沈めてもらう。味方艦隊より入電。今魚雷がね、発射されていってます。どうだろう、こうやって見るとミッションベイ、これは正規空母じゃないだ、護衛空母か軽空母か、いずれにしてもミッションベイ、これ空母ですね。小さめなのでおそらく護衛か軽空母か、いずれにしても空母は仕留めておきたいですね。さあこの辺りで第一艦隊が到着しそうです。了解。第6艦隊と第1艦隊で挟み込んで、第15艦隊、まあ、潜水艦隊ですね、これで敵に魚雷で決定的ダメージを与えていきましょう。潜水艦隊も頑張ってくれてるね。ここで敵の艦隊の足を止められれば、ハワイ攻略作戦を、まあ、十分に準備できる時間が取れるんで、頑張りましょう。敵艦隊発見か、まあ、当然ミッドウェイに攻め込んでくるには1個艦隊で来るってことはないですからね。味方艦隊より入電。敵の艦隊現れてますね。ある程度今交戦している艦隊の方がついたら、動かしていきましょう。ここに2個の空母がいますね。レイクシャンプーレンとマキンアイランド、まあ両方ともおそらく軽空母か護衛空母かだと思うんですけども、艦隊いますね。じゃあ下に現れたもう1個の艦隊の方へと艦隊の向きを変えていきましょう。第6艦隊はちょっとしばらく待機。第6艦隊短期で突っ込むとおそらくやられてしまう。さあ今は回答中です。さあ敵の空母の周りにいる随伴艦はほとんど沈めましたね。いい的になってくれるはずだ。そしたら第6艦隊をちょっと向きを変えていきます。ここまで悪くない戦果だな。まあ駆逐艦あるいは潜水艦失ってはいますが、まあ、許容できるダメージかな。敵は護衛空母でしたね。第一艦隊を急いで下にいる敵艦へ向けていきましょう。追払いは潜水艦だ。第6艦隊のダメージがでかいね。急いで第1艦隊と第15艦隊を敵の艦隊に向けましょう。敵艦はどういう武器？敵艦は南下していってるので、こちらとしては追う形ですね。敵の艦影を見失った。
第6艦隊はちょっと危ない、壊滅する恐れがあるので、ちょっとそれを避けるような動きでいきます。発見したね。敵艦隊ももしかして回答した？いや、とどまってるな。敵艦隊にこのままだと真後ろから突入する形になるので、進路を少し変えましょう。斜めに入ります。で、潜水艦隊はこのまま突っ込みましょう。戦艦だな、この辺り。ミシシッピ、テキサス、この辺りは戦艦クラスになるので、まあそう簡単には撃沈できないねと考えると、第一艦隊はやっぱり距離を取りつつ潜水艦隊の到着を待つ方が賢明ですね。で、第六艦隊は少し逃がしましょう。敵の艦隊の前を横切る形になるので少し危険ですが、第六艦隊は壊滅しないように、少し退避させていきましょう。潜水艦隊の到着はまだか。潜水艦がちょっと遅れてるよね。やっぱり潜水艦足は遅いですからね。なので敵の足を止める意味でもやっぱり第一艦隊は、マップでいうと右下の方へと動いていきましょう。で、第六艦隊はマップでいう左下の方へとそのまま移動で、潜水艦隊は敵艦隊へ突っ込みます。まあ敵も戦艦あるいは従順クラスなんで、なかなかに重たいですよね。何？第6艦隊のところに敵艦がいるぞ。やられたな。これちょっと想定外の場所に敵艦隊がいた。まあ、ただ敵艦隊もおそらく撤退行動に入っているとは思うので、まあある意味ではいいところにいたのかな。この第6艦隊がね、しっかりした戦力持ってれば、まあいい場所にいたねと、敵を壊滅させる絶好の場所にいたって言えるんですけど、味方の第6艦隊もボロボロなんでね、なかなかそうも言っていられない。じゃあここはもう夜になったのでライトを点灯していきましょう。いるね、いるいる、敵の艦隊いるぞ。普通にここの下へと潜水艦隊を突入させていきます。ちょっとね、夜なんで画面暗くなってますけど、全然いるよ敵の艦隊。ただぱっと見上空から見た感じだと、ここにはいわゆる空母はいなそうな感じですね。潜水艦はまだ魚雷持ってるのか、そこが心配だけど、もう魚雷持ってないね。となるともう全艦撤退だな。潜水艦とはいえ失いたくはない。そうなるともう明らかに火力不足になるね。第6艦隊ボロボロだけど投入せざるを得ないな、戦線に。
戻しましょう。場所的にはね、第一艦隊すごくいいところにいるので、まあ敵にね、砲火を集中させやすいというところにはいるんですけど、いかんせん火力がね、戦艦1、巡洋艦が2、駆逐が4という形で少ししょぼいんですよね。そしたらこのまま第一艦隊は、北西画面でいうマップの左上へと抜けていきます。第6艦隊も画面でいう右上へと抜けていきましょう。まあ、敵艦隊がね、こっから我々の艦隊を壊滅させることは難しいと思うので、もう守りです。ロイ、これ軽空母、護衛空母でね、撃沈しましたね、ちょうど。潜水艦隊は、無事に撤退が完了しそうですね。いや、第一艦隊も壊滅状態だな。まあ、ただ敵艦隊も大ダメージを与えているので、まあ、ここからどうのこうのっていうのはないかなという状態までは追い込みましたね。ではここからはもう時間を早めていっちゃいましょう。敵艦隊もおそらくね、撤退をするんじゃないかなと思うんですけどね、かなりダメージを与えているので。ミシシッピぐらい撃沈して去ってってほしいけど。さあ、あとはこのまま時間が経つのを待ちましょう。了解。空撃は可能だね。偵察も飛ばしておきましょう、一応ね。航空隊発艦。さあ、軽空母からね、航空隊を出しましたけど、まあ知れてるからな、数で言うと。航空隊着艦。航空隊着艦。敵って空母持ってるのか。生きてる空母がいそうだね。ワイルドビルが完全に無傷で残ってんだな。ただこれ敵の動き見てると撤退する動きに見えますね。なのでミッドウェー自体はなんとか守りきれそうな感じです。航空隊発
いや、ワイルドビル撃沈しときたかったね。もしワイルドビル撃沈しとけば、航空機からの一方的なアウトレンチ攻撃が決まった可能性があったんですけど。これでミッドウェイ島の戦いはなんとかね防衛できたと、まあ、敵味方ともにかなりの損害が出たんじゃないかなとは思うんですが、まあ、我々日本軍としてはまずミッドウェイを守れたということから、ハワイ攻略作戦はね継続できるかなというふうに思う流れができつつあります。はい、というわけでミッドウェイ沖海戦ね、まあ我々からすると今回はミッドウェイの守備ができたという位置づけになります。まあ、敵の艦隊大ダメージ与えましたね。第1第9艦隊ですね。ただ味方も損害は大きかったかなと思います。とにかく今は主力艦の修復が最優先だからな。さあではここから内戦をやっていきます。まずはいつもの石油を修理して、いやドイツも鉄ないね。鉄アルミ結構きつそうだな。今回は厚めに入れていきましょう。で兵器開発は新兵器、甲板を、わあ金がない、甲板を強化できなかったか。そしたらね、潜水艦何隻か失ってますので、潜水艦を作っていきましょう。今回は4隻ほど建造します。新たにね、まあ、モデルは何でもいいとは思うんですが、オツ型を4隻。これで金がなくなったね。で、こっからだ、重要なのは。まず第10艦隊ですが、確認しよう。まだ、小波中波か。なかなか回復量が上がってこないね。で、ミッドウェイに4個艦隊入ってますけど、もうこれボロボロの艦隊なんで、ちょっと艦隊を再編しましょう。まずは、元気のいい人悪い人でしっかり分けよう。修復が必要なものはもうドックに戻します。これで第一艦隊は完全に、修復になりましたね。で第四艦隊もドック入り確定です。結構みんな損傷激しいからな。いや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 、きついね。これ見ると第一艦隊は健在ですけど、第六艦隊はもう完全に、ドック入りが必要な艦隊、艦艇だけでできちゃってるんで、まあ、この第9艦隊を戻してあげたいんですが、トラック沖に入ってる艦隊はどうなっている？確認します。第2艦隊、空母、従順、青葉、それぞれ大破か。これ直んないとちょっと前線には出せないよね。戦艦、阿波、長門、伊勢。
ここだよね。長と伊勢が治らないと前線にはちょっと遅れないかな。なかなか厳しそうですね。というわけで、ちょっと今回いきなりハワイ攻略できそうにはないので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ね、本当にハワイ攻略を行っていければいいかなというふうに思います。ちょっと短いですが、今回はじゃあここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。